全力ファジライブ、今日はこちらの選手です。田部井亮です。よろしくお願いします。横浜 FC から期限付き移籍で加入したミッドフィルダー田部井亮選手、23歳。群馬県の前橋育英高校時代に全国制覇を成し遂げ、法政大学卒業後横浜 FC に入団。ルーキーイヤーの昨シーズンはボランチとして16試合に出場し、 J1 昇格に貢献しました。左足から繰り出される正確なキックのほか、豊富な運動量と巧みなゲームメイクが持ち味で、若き司令塔としてチームに新たな風を吹き込みます。試合にも後半戦は出れたんですけど、まだまだ力も足りないなっていうのが正直なところだったので、やっぱりこう岡山でアグレッションサッカーの中で自分の力をつけていくことが今後のキャリア大事だと思ったので、はい、決意しました。ずっとボランチやらせてもらってるんで、ゲームメイクのところは求められていることだと思いますし、そこは自分の強みだと、はい、思ってます。横浜 FC の時には中村俊輔さんもいらっしゃいましたけど、はい、どういうこう関係というか、もうすごくアドバイスを本当にいただいて、セットプレーのキッカーも自分もやってたんで、そこのところもものすごい細かく教えていただきましたし、利き足も同じで、すごいこう、自分で言うのもあれですけど、似てる部分もあったので、練習から100発100中で決めれるぐらいの技術が、俊さんにあったんで、そこは別格だなと思いながら、はい、学んでました。双子なんですね。そうです、双子です。僕も双子なんです。あ、そうなんですか。え、ちなみに、はい、双子のお兄ちゃん、弟でいうと、僕は弟です。僕も弟なんですよ。すごい共通点、つながりが。今群馬にいらっしゃいますよね。そうですね、はい、ということは、もちろんですけど対戦することもありえますし、 J リーグでは去年はザスパ戦僕は出れたんですけど、彼は怪我をしてて出れなかったんで、今年こそは怪我対決して、多分それが本当に悪い効果になると思うので、そこは、はい、しっかり実現したいなと思います。2年連続昇格っていうのは個人的に多分そんなに成し遂げられないかなと思うので、そこをしっかり岡山で成し遂げて、ボランチとしての怖さっていうところをこう高められるようにやっていくっていうのが大事だと思うので、そこは意識して、はい、やっていきたいです。